たいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパーズです。アイルダ・ショータの踊りませんかの MV が上がりまして、何週間か前にみんなでダンスをやってる楽しい感じの動画が上がっていたので、あれがまあ踊りませんかの、まあ、言ってみれば MV 的な感じなのかなと思ったんですが、縦型のやつでね。でもなんか MV として今回出たということでね、それもあったんでちょっと今から見させてもらおうかなと思います。踊りませんか自体が私結構気に入っておりまして、と言いますかシティポップ味もありますし、踊りませんかのね歌詞の内容なんかも結構好きで、失恋というか過去の恋愛というか思い出というかいろんな解釈できますけどね、そういう話でもあって、踊りませんかダンスをするっていうことで、ラストダンスは君とみたいな、そういうまあ映画だったりとかそんなのもありましたが、それまた意味が違うのか、うん、まあラストダンス、最後のダンスみたいなことで、ただそこから別れみたいなことにもなってくるから、多分ラストダンス的な話っていうのは最後に踊った人は混迷みたいな、そんな話でしたよね。違ったらすいませんけど、ただこの話の場合はそうではないということですもんね。話といいますか歌詞の内容でね、っていう形で、はい。で、リアクション動画は今撮っていないので、MV を見て感想的な感じで語らせていただければと思っております。はい、ではアイキャッチ入れて、その後で MV 見てからまたお会いしましょう。では参ります、アイキャッチ。はい、見させていただきました。すごく切ないですし、なんかね、主演のお二人といいますか、ドラマではないんだけど本当にドラマを見たような感じで、声がなくても表情で良い演技をされますね。あと男性の方、俳優さんなんですかね、ダンサーさんなんですかね、すごいダンスが上手だなと思いましたし、あとその言ってみればダンスがね、例えばさ、ダンス&ボーカルグループみたいな感じでファンの私たちのために見せるダンスっていうところの表現と違くて、まあお相手役のね、彼女さんのために一人のために見せるダンスっていう、その表現っていうのもまた面白くて、ダンスの見方としてね、面白かったですね。私もその職場でふざけて踊ったりしますけどね、はい、まあ基本的にはそういうダンスをします。まあこの彼みたいに踊れませんがね、はい、っていう話でね、話と言いますか、なんかね、MV がなんか思ってた感じと同じようなところもあったし、でもこういう感じのニュアンスで来るのかってところもあったし、でも最後はやっぱりそうだよねっていうところもあって、なんかいい感じになってきそうな感じだったんだけど、結局最後彼女さんを抱きしめたらパッてこうミストになって消えるみたいな、だから夢だったりとか、その妄想だったりとかの話だった。妄想っていうか夢かな、過去の夢を見てるみたいなことですかね。なんか悲しい話で、男としては悲しい話ですが、過去のね恋人に関して男性は結構過去の恋人を引きずったりすることが多いですけど、女性の場合は心機一転して前に進むっていうパターンが多いとツイッターで見ました。まあそんな感じなんで、実際のところこの MV の中でのね、そういう感じもおそらくはこの彼氏さんの方は彼女のことをおそらく引きずってるんですが、彼女さんはまた新しい自分の道を見つけているのではないかなっていうところが想像できてしまって、まあなんかそういうところも男としては悲しいけれど、でもそういうもんだよねっていうところもあります。うん、で MV 自体がなんかあれですよね、結構家の中にいて翔太くんがたまに出てきてダンスホール的な場所にいざなうみたいな感じで、ダンスの妖精みたいな感じで翔太くんが出てきますが、基本的にはね、俳優さんのお二人のね演技といいますか、そのお二人のストーリーを踊りませんかの歌詞に当てはめてよくやってるなっていう感じです。ただ自分その後の踊りませんかはそのシティポップのイメージだったもんですから、なんかこうまあ80年代シティポップではないですが、まあバブルの時代ではないから、そんな華やかな場所ってのは今そんなないけどね、ディスコとかジュリアナ的なですけど、まあ渋谷だったり六本木だったりのちょっと華やかな場所で、まあなんかまあ言ってみれば派手な場所で知り合った男性と女性が、まあちょっと派手な感じのそういうのをやって、それでまあ結果的に
生き様が合わなくて離れる前に踊りませんかで、一緒に踊る的な感じで、でこれでさらばみたいな、さらばってのはちょっとダセーけどね、うん、そんな感じかと思ったら違いまして、はい、だからすごくピュアなと言いますかね、こう等身大のね、お二人のお話という形になっていたので、ここは意外でした。ただ最後は結局のところ、おそらくは男性が未練を持ってて彼女さんと離れてしまうっていう、そこの部分は、まあ、予測してた通りだったというのがありまして、それが先ほど述べさせていただいた予想通りだったところもあり、予想とは違ったところもありみたいな感じで、まあ楽しい MV っていう表現は順当ではないかもしれませんが、すごく何でしょうね、こう分かりみの深い MV ではありました。まあそんな感じでしたね。で基本その部屋の中なんかで描かれていますが、窓がねほとんど開いていないというか、その察しがあってね、日光が入ってくる感じのところがあって、ただ一箇所だけ窓が開いていた場所があったので、そこからはね外の瓦屋根なんかも見えましたんでね、そういうのもあって、確かね本当に一箇所だけでした。で暗いシーンなんかもあって、それこそ一番最初は真っ暗なシーンで、最初ちょっと顔が見づらいななんて思ったぐらいでしたが、暗さとか窓が閉まってる開いてるとかは、多分その明るくて窓が開いてる時代がお二人の一番最初の段階というか、一番こうね蜜月状態といいますか、仲の良かった時期で、そこからだんだん心が離れていってみたいなところの話ではあるんだと思います。この感じの部分で MV で思い出すのは、確かあれだったかな、鈴木恵美さんだったと思うんですが、ケツメイシのね桜の MV が非常に名作で、今でもたまにね思い出してみたりすることもありますが、あれとかもね、その知り合ってそこから心が離れてみたいな感じですが、まあ結果的にあれも言ってみれば、先ほどの通り男性が女性に未練を残しているような感じで描かれているような気がいたします。はい、まあね、そんなことも思いますよ。男ってのはアホなもんですからね。まあそんなに語れるほどの経験をした人間じゃないんで、ね、申し訳ございませんがね。はい。大体小説とか漫画とかでばっかり。はい。まあそれはいいんですけど。うん。まあとにかくそういう感じでね、踊りませんか自体、すごい好きな楽曲で、MV として出ましたし、なんかね、本当にこの感じの J-POP の良さといいますか、そういう部分もありつつだし、それにその踊らせる、世界を踊らせるみたいな感じで翔太くんが言っていた気がしたんですが、それこそクラブとかでね、まあいろんな世代がいるイベントとかで DJ がかけてもいいですし、ライブでもねみんなで踊れるでしょうし、なんかそれこそ彼みたいに踊ることはできませんが、うん、まあこの体を揺らして翔太くんの歌に聞き惚れながら踊るみたいなのはなんかできそうだなって思ったりするし、最近翔太くんの単独に全然行けておりませんが、おそらくはこの楽曲自体翔太くんのライブではやっていた楽曲なんでしょうと思いますが、それからあれですよね、スカイハイはじめとして BMSG アーティストは結構これをそのデモの状態で聞いていたという形の話は言ってましたから、だからこの満を持してリリースみたいな感じになったわけですが、改めてこのシティポップだけではないですけど、こういう楽曲でとにかく興味持ってくれる人もいそうだなって思うし、なんだったらあれですね、その80年代シティポップが海外でもねバズったりして、日本といえばシティポップみたいな感じのそういう界隈もあったりするぐらいな話ではありますんで、ニューシティポップということでね、 今ニューシティだったけど、ニューシティポップという形のカテゴライズジャンルでいければっていうところはありますね。もちろん翔太くんシティポップだけの人ではないんですけど、なんかシティポップ的なものを歌うのにすごく合っているなと改めて思いましたね。なんかやっぱりね、東京の人だからってのもあるけど、翔太くんの楽曲はまあヴィランズなんかもそうだけど、なんか本当に大都市大都会のイメージや、それからなんかまあ近未来のイメージっていうのがねあったりしますね。まあそういうものだけではないですがね。うん、はい、ということでちょっと語らせていただきました。リアクション動画ではなく感想を語る感じになりましたが、まあとにかくね、皆さんもぜひ翔太くんの I'll the Shota の踊りませんかの MV
まだ見てない方はぜひ見てみてください。おそらく私の言ったことも結構理解していただけるんじゃないかなと思いますし、はい、そんな風に感じました。はい、はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはねこだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで、そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、登録していただいてももちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので安心していただければと思います。で登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので安心して登録していただければと思います。でもし一度登録したけど解除したんだけどまた登録してやろうかなって思った方はもしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、でもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろねコンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますようにモチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。